こんだけ移籍をもう4年目にして2回もチーム変わってるんで、負けられない環境っていうのは僕はあるんで、まあ、それが、ストロングポイントっていうか、まあ、それを武器にはしています。僕自身こうガンバからこう言われて移籍したんじゃなくて、自分からこう移籍したいって言って移籍したので、それはもう3年目だったし、もう早く試合に出て結果を出したいっていう気持ちがあって、一緒の同世代がこう J1 のステージで活躍しているのを見て、やっぱ自分自身悔しかったし、それを見てなんか試合に出れないことを言い訳してしまってる自分もいたんで、やっぱこれは自分を変えるためにも移籍は大事かなと思いました。やっぱりこう新しく監督が変わって、こう練習からこう競争させるっていう言葉を聞いて、僕の今のこう環境に合ってるんじゃないかなっていうふうに思って決めさせてもらいました。親への感謝っていうか、ずっと大阪で育ってきて、まあ、熊本に行くっていう時も親はこう反対線で賛成してくれて、でも僕が見えないところで下のリビングで泣いてるのも僕は知ってたんで、まあその涙がもう今の僕のモチベーションというか、次はもうなんていうんですかね、親にいい夢を見させてあげたいというか、その気持ちはずっと持っていますね。僕の両親ともそんなに僕に対してあんまりサッカーのことであんまり口出しはしないんで、でも絶対僕よりなんか思ってる気持ちっていうのは絶対あると思うんで、なんて言ったらいいんですかね、あらこれうまく言えますだね。まあ今こうやってサッカーできてるのも、こうやって移籍2回して実際今ジュビロでサッカーできてるのも、親の言葉があったり、そういうのがあったから今こうやってプレーできてるんで、まあ今年優勝して、まあそこのピッチに最後最終節ガンバとやるんで、そのガンバとやる時に僕がそのピッチに出てて一緒に優勝を分かち合いたいと思ってます。